ミスタイムさん、こんにちは。メッセージありがとうございます。私はね、人を守る力、そして己を守る力っていうのは3つまずはあるんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ男塾三君っていうのもね、それに類するものがあると思うんですけども、ここで整理すると、一つはやっぱりね、体力というか腕力というかね、もう男性的なパワーですね、まあ暴力という言い方は適さないんですが、何かを守れるこの体がないといけないですよね。元気で活発な体、鍛え抜いた鋼鉄の体、鎧ともなるし槍ともなる、そういう風なね、体がいるんじゃないかなと思います。今私たちはガチンコマッチクラブを通じてそういう体を作り上げているところだと思います。そしてその戦いはずっと終わらないと思います。そればかりか、年を追うごとに私たちの体力や筋肉ってのは衰えていくスピードが速くなりますから、年を追うごとにますます鍛え抜いていかないといけない、食べるものに気をつけないといけない、体を休めることにものすごく意識を向けないといけないと思いますよね。これからもトレーニングよろしくお願いします。そして残る2つの力なんですけども、1つはですね、知恵の力ですよね。いろんなことを私たちは知らなければならない、インチキなことに加担しないように、いつの間にか騙されているようなことがないように、もしくはですね、いつの間にかいじめに加担しているかのようなことが起きないように、私たちは知恵を張り巡らして、そこには道徳ですとかね、まあ私はね、任教道と言ってもいいのかなと思いますけど、義理とか人情とかね、筋を通すっていうことに尽きると思うんですよ。古来日本人っていうのはそういうところを重んじてたような気はするんですけども、昨今はね、自分の欲得だけが優先して、自分ファーストっていうんですかね、ちょっとなかなか難しいところになってると思います。まあだからこそ取り組んで、私たちは知恵を磨いてですね、悪に加担しないように、やっぱりこう正義を貫くためには、時にはね、もう力の強大なものに立ち向かっていかなくてはいけない時もあるのかなと思うんですよ。そのためにも体も鍛えないといけない、そして精神力も養わなきゃならないということで、まずはね、体を鍛えること、そして心を鍛えること、精神力ね、この2つがいると思います。そして3つ目の柱、これは何だと思います？これはね、金なんですよね。やっぱりね、お金があるといろんなことができる。例えば守ることにお金を使うことができますね。防具も買うことができるし、トレーニンググッズも買うことができるし、ともすれば用心棒を雇うこともできるわけですよね。それからホームセキュリティを巻いたりとかですね、移動の際には頑丈な車とかセキュリティシステムを作るとか、これ全部お金がかかります。誰かに安全を代行してもらうっていう意味で言うと、ホームセキュリティってのもあるかもしれませんしね。それからやっぱりこう、なんかこう大切な仲間と付き合いをしていくっていうことですかね。まあ、そのためにも、まあ、お金をね、しっかりと稼いでいって、稼ぐところに信頼してもらうっていうんですかね、そういう、ちょっとね、まあ、言いにくいところなんですけども、金銭的な強さも必要なのかなと思います。まとめますけども、体の強さ、精神力の強さ、お金の強さ、この3つをやっぱり鍛えまくって、筋トレと言いますからね、お金と書いて金のトレーニング金トレーニング、筋トレみたいなね、ちょっとギャグみたいになりましたけども、そういうのもいるのかなと思います。この3点で私たちはね、まあ、何ができるのかまずは分かりませんけども、ただ目の前のトラブルに対してパワーで、ね、体力で挑むのか、知恵で挑むのか、金で何とかするのか、この3つがあると大抵ね、やっていけるんじゃないかなと思うんですよね。というふうにね、独り言をまたお話しさせていただきました。いや、これからもね、できる力を磨いていって、そして何かを守れるように、もしかしたら自分のことを守れるように、いやいや、この国を守れるように、そんな風にね、考えていこうかと思います。まあ、何よりもね、この友情が守れるように、私たちはまた男の道を貫いていきたいなと、そんなとこですかね。じゃあそこんとこよろしく。